はい、どうも皆さんお疲れ様です。山です。今日もマホージやっていきましょうということで、今回の相手はこちら、白衣鶴竜楊雨月ということで、モノブロス亜種一頭の狩猟ですね。やっていきましょう。うおー、いためっちゃ久しぶりに見たこいつ。はい、気づけ気づけ。うら、お、なんだ、急に始まった。まあ、それはそうかはい、で、こちらがね、白衣鶴竜ことモノブロス亜種ですね。お、乗った。そう、モンハンのモンスターでは多分ね、唯一の別名がなんと4文字以上っていうまさかのね、長い異名を持つモンスターで、まあモノブロスの亜種でこう、まあ、見ての通りこういう真っ白な色をしてるモンスターで、まあ、ディアブロスの、まあ、こいつの禁煙種のディアブロスの亜種が黒だったから真っ白になったんじゃないかっていう、対比してるというか、そういう意味があると思われますで、そう、まあ、こんな色をしてるし、しかもクソ強いから、なんだろう、設定的に何だっけな、白銀の悪魔なんて言われてて、こいつのなんか固有防具というか専用の防具の名前がモノデビルって言われてるくらいすげえ強いモンスターなんで、やべえ、怖いな。あ、待って、これ音爆弾使うのがよかったな、これ。で、なんか調べたらね、こいつ怪しいね。モンハン 4G の中では通常モンスターの中では2番目の体力を誇るって言われてるからね。いくらね、村クエスト、まあ、ソロ限定とはいえ油断ができない。てか潜んねえな、こういう音爆弾噛まれてる時に限って潜ってくれねえな。こいつ怒り状態の時は本当に強くて、確か突進のスピードがめちゃくちゃ速かったのを覚えてんだよな。ほんとこの火になんないくらい、 TRX の恐竜化と肩を張れるくらいの速さだった気がする。 OK。そう、こういう砂に潜るモンスターはだいたいオート爆弾が苦手っていうのはね、毎回言われてるけど。で、ちなみにね、モンスターハンター G が初登場ですね。初めての G 級の誕生した、まあ、作品に初登場ということで。やべえ、怖いな、これ飛び出してくるな。おお、あ、そっか、モノブロスは飛び出してくるときは普通に下からただ突き上げてくるだけか。おお、さあ、こういう風に通常時にもあった通り、このなんていうの、恐竜のスティラコサウルスでいうこの部分、頭のとこがこう赤く光るっていう、光るっていうか血管が浮き出るというか。うお、ほら、これがめちゃくちゃ速いってもあるし、確かすげえ突進したの覚えてんだよな。どんな感じだっけ。あ、これ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 と、あとなんかカーブしていくんだっけな。てか、こうは怒り状態。やべえ、結構精度いいから、この時代の、これ。この攻撃をマジで。大名ささみの時とかすげえからね。おお、危ねえ。今の当たったら結構吹っ飛ばされてるな、これは。あと、ちなみに今回ね、G 級のヤンガルルガをイベントクエストでいっぱい倒して、このガルルガドーっていう、ほんと 4G 屈指の超有能な装備を作りました。これ、バイカを2個することで、同系統バイカってスキル2回使うことで、使うだけで高級ミニ戦が発動するっていう、めっちゃ強い。しかも技物とか達人のスキルポイントもついてるから、めちゃくちゃ汎用性が高いわけよ。これは今後すごいお世話になる装備だね、これ。やべ、1回目は回避できたけど、これでもなんかすぐなんか冷めやすいな。おーら、これ、え、いける。よしよしよし、結構長い間潜ってくれるな。やべ、威力がすぐ落ちちゃう。本当はね、これ技物を最初つけたんだけど、その時だと耳栓に落ちちゃうんだよ、高級耳栓が。
だからこの、だから耳栓を高級耳栓に上げることで、技物がちょっとね、発動しなくなっちゃうんだよ。だから切れ味の将棋がすごい。でこいつ、ってかもうそもそもね、モノブロス自体が、だいぶ貴重なモンスターらしくて、比喩の中で。その中でもその亜種ってなると、もう希少種クラスに貴重なモンスターって言われてて、目撃情報がすごい少ないっていう。あ、また消えたな。そう、こいつね、俺も結構戦ったことが、過去データでも何回か倒してね、まあ、それがね、毒ドミ装備ってラージャンの銅装備を作るのに、こいつの角が必要だっていう。だから、集会場オンリーで進めてた俺からしたらね、こいつを出すためにちょっと手間をかけてね。まあでも、こいつの角がね、サブターゲットで、おお、いけいけいけ、これだ。見た今のこれ、カーブしていくんだよ。カーブっていうか U ターン。これがマジ強いんだよ。おーしよし。で、そう。こいつのサブターゲットが、の目的が、角破壊だから、まあ、うお。だから、これっていうか、角を破壊して、こう、より安全に角を集めようみたいな。あれ？エイジンか。うわ、出た、この、未知の樹海屈指の、すごい、不評な、場所だ。あれ？耐性ついちゃったか？タイミング遅かったか？お、って書いてる。なんか、疲れてるモノウロス、あ、ちょっと、久しぶりにみんななんか、ずっと起きてるイメージあったから。よし、ここで、音爆弾使って、ちょっと位置が悪いけど、大谷爆弾を使っちゃおう。今回は捕獲目標にしてるから、ここでより DPS を稼いで頭に、角破壊を目指す。あ、ここで、くそ、閃光玉で、こいつら特有のハメができるんだけど。お、よしよし。こいつの自慢の花を、花を折ったっていう、ちょっと、グロすぎる。こいつの立派なね、角を、ぶち折ってやったぜ。もう、それはもう、ぶち切れるわな。やべやべやべ。回復して暇じゃねえ。やべやべやべ。で、こいつなんだっけな。フロンティアに出てくる、特異個体だっけ？だと、角の色とかが、こういう、トゲっていうかな？部分が、めちゃくちゃこう、オレンジ色なんだっけ？茶色っていうのか？うっ、やべやべ、押せた。やべえ。角の仇を捉えてしまう。やべやべ。え、やばー、これ、え尻尾にやられた。やーべえ、まさかそれが来るとは思わなかった。うーわ。もう、子宮品がなんか湧き出てる。その未知の樹海だから、最初からあるんだよね。子宮品的な感じにこのアイテムが。しかも飛躍をくれるっていう。ありがてえ。まあ、こいつね、存在とか、いうか、存在がというか、鍵が結構薄いモンスターなんだけど、結構登場してんだよな。G 以降の、モンハンはポータブルセカンドとかも、まあ、ちゃんと出演してて、4G で久しぶりに復活したんだよ。で、4から 4G になって、追加されたなんかモンスターがすげえ少なかったんだけど、その中でもこいつはちょっと復活、なんていうのかな、復活したモンスターではこいつしかいなかったんだっけ。だから俺も当時はびっくりしたな。やべえ、めっちゃ強い。結構いけると思ったら、二発した。で、ほんとこのね、エリアっていうかめちゃくちゃ、ひどいな、ほんと。デコボコしすぎてさ、段差がやべえってなんかすごい評判悪い理由が垣間見えるっていうか、わかるような場所すぎて。うお、え、今、え、当たった今。
よし、尻尾切った。あ、でも怒ってるなんか知らんけど。いや待って、でもこいつ全然捕獲できねえ。てか弱らせられないのか。ちょっと今捕獲できっかこれ。いや、ちょっと やってみよう。これで1、2、やべえ、できねえ。うわ、ここの最中になんか切ってるとたまに捕獲できるんだけど、うわ失敗した。まだ元気なんかこいつ。3回くらい疲れてるくらいの体力あるってやばいしょ。お前無楽園のモンスター本当に。てか、思ったのはスタミナがなさすぎる。元気ドリンクとかの相手持ってきてなかったから、さすがにここまでになるとは思わなくて。え、何今の。カーブしたところになんか突進されたってことです。まあ、でも難しいけど、え、ちょっとリプレイするかもしれん。お、今足切った今足切ったぞ。いやー、もうちょい耐えてれば捕獲は可能だったか。よっしゃ、倒した。あー怖かった、マジ久しぶりなんか。お、自分の尻尾の前で鍛えてやがるぜこの野郎。もう今回はしっかりムービースキップしないで。え、待って、少なすぎない、なんかその報酬。いらねえ、円錐とか。よし、じゃあ装備見に行こう。おー出た。これはね、一部分しか出てないけど、まあ、多分一式これ出します。ドン。ほう、スキルは匠達人っていうのがさ、これが強いんだよね。一式でキラジベプラス1と見切りプラス1と、あと火事場力がつく。で、マイナススキルでこれは悪霊の加護がついちゃうっていう。まあ、まずキラージレベルプラス1がマジででかすぎるから、この強すぎるから、ほんとこれはてか作りたかったんで、またまあ作ろう。で、その武器に関しては今こう見せることができへんというのは、まあなんせ強化先、モノブロスの武器を作ってその強化先にこう出てくるようなやつだから、太刀はあったんだよ。なんか鎌みたいな形の、確か解放属性解放で水属性ついた気がするんだよな、あれ。で、回信率低いやつ。んじゃあ次回は何だろうな、寝るスキル足あたりが出たら、そういうなんかまだ出てないやつら、まだゲネルステータスの足とかやっていきましょう。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。